この前、TKO のさ、木下さんと会ったんやけど、動画コラボしようぜみたいな話に途中で撮ったっけ、嫌っすよ、ペットボトル投げるじゃないですか、って。そう。嫌っすよ、木下さんペットボトル投げてくるから絡みたくないっす、って。怖いんで、やっぱそういう暴力的、やっぱ僕とかペットボトル投げられちゃうから、って。寸胴とかめっちゃ近いとって、あと俺。今度遊び行くから飯おごってくださいって。めっちゃ優しいと、おごってあげるって、飯おごってくれる人は俺の中でみんないい人やけ。なんて返したんやったら、俺がこうやってペットボトル投げへんわって言いよった。ちゃんと芸人、嘘ここにあるペットボトル投げへんわって言った。芸人やなと思って、やっぱこの人芸人やと、そう。しっかり乗ってくれる、うん、ちゃんとやっぱ芸人よ、うん。